セリーグ阪神6、ゼロヤクルト、2024年9月7日神宮。阪神は初回に佐藤輝のツーランを含む4得点で先制。先発の才木が粘り強く投げ12勝目を挙げた。岡田監督の試合後の談話は以下の通り、才木は粘った。変化球が甘かったんやな。2回は特にな。走者を出しながらしっかり投げた。だから、ストレートが低めに行けばな。 ちょっとなんか、上ずるよな。なんかな、途中からまっすぐでのフライアウトも多く、持ち味は出ていた。ボールの力はあるよ、そら、点を与えないのもらしさ。まあ、な、5回で変えてもええけど、ビーズリートちゃうからの。佐伯は、ええ、5回で変えて、勝ち投手じゃ。そんなんじゃあかんからな。まあな、100、玉腰取ったけどな、もう1回な。 ちょうどええ打順のとこやったからな。あと一回な、頑張れ言うたよ。そういう立場になった。今日で規定投球回に達した。もう達したんか。まあ、そんなんは別に意識はしてないと思うけど。まあそら、勝ち頭やからな。まだそういう意味では、最多勝の、チャンスがあるからな。わからへんから最後までな、十二、勝つ、になったんか。打線は昨日の勢いのまま。 まあ、初回高橋は悪かったけどな2回3回くらいから立ち直ったからなこれはなかなか追加点が取れんなと思ったけど球数が多かったからな結局5回までになったからなまあそらお前4点は大きいよ2点ぐらいやったら向こうの作戦もまた違うよ4点になったら打つだけなるからな結局はな佐藤昭も前日に続きいいところで通覧 初回な、本当にあれやなつながるというか。